北島 DIY 学校令和3年度の取り組みにつきまして、校長の塚田忠則が説明させていただきます。この回は DIY の作業を楽しむ場を提供することにより、空き家を通じた交流人口の増進及び遊休地遊休施設の活用に資することを目的に令和3年5月に結成しました。今年度は視察旅行や DIY リフォームのターゲットとなる空き家探しも並行して行いました。今後先進事例を参考に江田島市内で講座開催を行っていく予定です。島根県大津郡邑南町の視察報告としまして、邑南 DIY 機の学校の取り組みについて説明します。3箇所を見て回ったんですけども、1つ目の鯉サイドは鯉の養殖に隣接する施設で、地域の交流拠点及び宿泊施設の機能を有しています。玄関扉のところの大胆なデザインや、古い木材を椅子に活用するなど、いろいろとユニークなデザインが行われておりました。2つ目は宇髄通信部です。こちらはカフェや宿泊施設としての利用がされており、ここでも照明器具や壁でユニークなデザインがされていました。3つ目の視察先がミッケという雑貨と宿泊施設の機能を有しておりました。ここでは押し入れをベッドルームとしてみたり、テーブルと椅子のデザインがユニークなものでした。江田島 DIY 学校の活動拠点として、旧見晴らし旅館という、空き家を活用させていただくこととなりました。外観で見ていただいて分かるように、大変傷みが激しい状態です。江田島 DIY 学校の活動拠点として、この旧見晴らし旅館を活用していこうと思っておりますが、外観に比べて中の方は比較的きれいな状態で残っており、柱が14センチ、大黒柱が20センチと大変立派な建物です。棟札を見ますと慶応と書いてあったそうです。ということで150年経っている建物と言えます。また土間の部分は旅館として活用する際に改修され洋室となっておりました。昭和40年頃に見晴らし旅館として改修されたというふうに聞いておりますが、主に蔵の中をですね、このように漆喰の洋室風、それから和室風、こういった2種類の個室に加えて、2階が大部屋となっております。2階部分の天井につきましては、当時船大工さんに注文されて、すごくユニークな立派な天井の様子となっております。先日開催された M 博ではイベント活用をされておりましたが、今後は江田島 DIY 学校の研修施設及び地域交流拠点として活用していきたいと考えています。先ほどの旧見晴らし旅館でも使ってみたいと思っておりますが、古民家改修において主婦を活用すると非常に魅力的な空間になると思われます。全国で2箇所しか製造していない主婦壁紙をこの江田島荘のロビーで使っている様子です。この主婦を古民家の壁紙に採用しますと、木や漆喰壁との相性も非常に良く、優しい仕上がりとなっております。プラスターボードの下地を、継ぎ目や釘の部分を丁寧に平らにして仕上げますと、非常に美しいこととなります。ここの写真にありますのが、この壁紙に糊付けする際に使用するもので、これは対馬織物さんのところでお借りした様子です。江田島市内には空き家がたくさんあり、またこれらを改修していくには大変な人手が必要となります。こうした人手の確保が江田島市内では課題となっておりますが、このことにつきまして、大学の建設ボランティアサークルハビタットのメンバーが夏休み合宿を江田島で行い、お手伝いしてくれるということになりました。今後はこうした大学サークルとの連携ということにつきましても、
江田島 DIY 学校として取り組んでいきたいというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。